川中島駅は長野県長野市川中島町上東野にある東日本旅客鉄道日本貨物鉄道新越本線の駅である。島式ホーム一面二線を持つ地上駅。ホームと駅舎は湖泉橋で連絡している。北陸新幹線が駅舎の上の高架線を通っている。新幹線の建設に伴い駅舎が建て替えられた。 長鉄開発が受託する長野駅管理の業務委託駅、緑の窓口設置。現在 JR 貨物の駅は車扱い貨物の臨時取扱い駅であり、貨物列車の発着はない。貨物設備はなく、専用線も当駅には接続していない。1997年までは専用線発に車扱い貨物を取り扱っていた。駅からは西側にあった秩父セメント。 川中島サービスステーションへ至る専用線が分岐し、セメント輸送が行われていた。鉄道輸送終了後もセメント貯蔵サイロは使用されていたが、2008年にさらち化され、現在は住宅が建っている。また、国鉄分割民営化前までは、旧駅舎の南側に貨物ホームが存在した。その後、この場所には、 住宅と新幹線の高架橋及び新幹線へのレール受受施設があり、そこへ側線が伸びている。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は1387人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。駅前ロータリーに長野市乗り合いタクシーの川中島駅停留所がある。駅から東へ1キロメートル行くと、 アルピコ交通、川中島駅入口停留所がある。ありがとうございます。